じゃあよろしくお願いします。弁護団の野間です。もうご案内の通り本日罷免の決定が出ました。それで判決用紙、一言で言うと、三十数ページのですね、かなり精緻な事実認定の部分と、残り10ページぐらいの打文で、問題は、要はその著しいかどうかですね、非行が著しいかどうか、ここが私どもの最終的かつ最大の主張だったわけです。結論的には何にも書いてない。なぜこれがただの非行じゃなくて著しいのかということについて、理由らしい理由が、ありません。で、唯一ですね、指摘しているのが、SNS の特性を指摘しているんですけれども、これもよくわからなくって、確かに今回 SNS を、なんていうか舞台にしてですね、起こった事件であるという特殊性があることはその通りだけど、それはですね、例えば別の方に対する投稿とかリプライをご遺族が読んでいたから、それで岡口さんはご遺族に対して書いたものではないのに、ご遺族の感情が害されたと。これが今回のですね、特徴なんですね。例えば SNS によってですね、一人のに対する名誉毀損とか、例えば差別的発言を何十万人も読ませちゃったとかね、それであれば SNS を使ったことによる悪質性っていうのは分かるんですけど、今回別に極めて悪質な遺族に対する罵倒文言を書いたわけでもなく、読んでしまった遺族の感情害者という、名誉毀損ではないからね、感情害者というレベルのことをやっているのに、 SNS を使ったということがなぜ悪質性の理由になるのか全く分からない。全く分かりません。放送資格の喪失という効果があるので、弁護士会のそのいわゆる除名処分ですね、それとの均衡とか、あるいは過去の弾劾裁判での罷免事例との均衡という、それが一番悪質性の判断として当然意味があるという立論でやったわけですね。さらにはですね、過去の弾劾事例とか訴追猶予事例との均衡を書くことについては、SNS だからで初めての事案だから比較の対象にならないというですね、信じられない理由で、そうなるともう前例のない事件は全部意味がないということになるので理解不能です。SNS で第三者が傷つくと著しい非行に該当する可能性があると、前例になったということですので、現役裁判官に対する萎縮効果は大変大きいと思いますし、もっと言いますと、司法試験を受けて法曹を目指す人にとって、裁判官という職業に対する魅力といいますか、制約といいますか、そういう観点から、死亡者がなかなか厳しい数になっていくという問題が見えない形で生ずるのではないかと。私はこんなことで自分の資格が失う仕事だとすればつきたくないなというふうに正直思いますので、非常に残念な内容になっているなというふうに思います。